Thank you.
空と戦う気がなくなったのかな？だといいけどな。どうなってんの、ビクセン。空を迎え撃つはずのリクはどこで何やってるわけ？空を誘い込むためにわざと姿を隠してるのさ。そういうことにしといてやれよ。あらら、そうだったの。全然気づかなかったわ。ごめんなさい。黙れ！ありがちな反応。ダメね、心がない奴はつまらないわ。言わせておけば、心を持たないのは貴様も同じではないか。やめろ。マルーシャ。ビクセン、あなたの作戦が失敗に終わったのは事実だ。これ以上我らを失望させるな。失望だと？ズニドルだ！機関において貴様のナンバーは11、ナンバー4の私が貴様ごときに。我らの指導者は白戸ナミネを私に任せた。この場で私に逆らうのなら機関への反逆とみなす。反逆者は消す、そういう掟だったっけな。中途半端な役立たずもいらないわ。ビクセン、あなたでは空に勝てん。無知とは哀れだな。お前たちには物事の表面しか見えんのだ。我が力を理解できるはずもない。ほう、ならば証明していただきたい。何？同志の力を疑いたくはないのだ。心にもないことを。あんな風に消しかけたらビクセンのやつ本気で空を消しにかかるぞ。誰も望まない結末だな。さあどうする。このままではお前の勇者が消されてしまうな。けれど彼はお前にある約束をしたはずだ。そうだったな、ナミネ。はい。もうちょっと間、随分俺まで来たぞ。ということはその分たくさんの記憶が消えてしまったんだろうな。ソラ、今からでも遅くない。引き返した方が良くないだろうか。できないよ。俺、昔の約束を破りたくないんだ。昔の約束？なんだねそれは。小さい頃、ナミネに約束したんだ。どんなことがあっても必ず守るって。でも、忘れてた。いろんな記憶をなくすまで、思い出しもしなかった。二人で約束してたのに。だから、これからなんだ。ずっと忘れていた約束を。今から守るんだ。そうか、わかったよ、ソラ。